松本市で行われた中心地区の少年サッカーの決勝トーナメント、8チームが熱戦を繰り広げていました。ところが正午過ぎ、突然竜巻が発生して試合が行われていた選手たちの方に向かってきました。竜巻はテントも 7、8 メートル上空まで巻き上げましたが、子どもたちは避難して怪我人はありませんでした。